皆さんこんにちは。シューズアドバイザー藤原武久です。今日はですね、ランロンガー、長くゆっくり走るための機能性とはという話をしていきたいと思うんですよね。皆さんとずっと一緒にね、お付き合いいただけるのはもうこのシューズしかありませんので、皆さんはお疲れになってもシューズは疲れない。だから要はシューズをうまく使って長く走れるコツをつかみましょうよ。その機能性のお話をしていきたいと思いますね。ランロンガーというと、最初にネガティブなことを言ってやると重い。重いのは当たり前です。重いのと軽いのがありますけど、これはもう物理的に重いのは機能性がついてます。軽いのはその機能性を取っているので、いわゆる履き分けとか、ね、用途が違うんですけど、例えばこの、ホバーマキナ3っていうシューズは基本的にランロンガーの機能性が入ってます。ランロンガーをするには基本的にクッション、安定感、そしてガイドですねがあると、ランロンガーの機能がついてる感じになります。でこれをあの初心者用というね、日本ではこう呼びますけれども、その重いっていうのと同じで、ちょっとネガティブなイメージですよね。あの初心者みたいな、じゃあ俺もう履かなくてこっちかみたいな。この初心者用であるマキナ3っていうのは、初心者用であるって側面はありますけど、デイリートレーナーと言われるシューズで、ランナーを選ばないシューズというふうに考えてほしいんですよね。初心者が履くシューズじゃなくて、初心者も履けるシューズなので、エリートランナーも履けますし、初心者の方が履けるような機能性がもう詰まったものになります。じゃあエリートランナーなんで履くのかって、エリートランナーもお休みしたいので、ワークアウトワークアウトの間はね、ジョギングします。僕もそうです。あの基本的にずっと速く走ってるわけではないので、こういったクッション、安定感、ガイドのあるシューズで、こう自分がこう楽をして前に進む日もあるじゃないですか。もちろん重いって言いましたけど、これもね、果てしなく機能性をつけると本当重量感があるものになりますけど、機能を絞っていってるんですけど、標準装備ですね、いわゆるベースパッケージがクッション、安定感、ガイドになります。例えばこのホバーマキナでお話しすると、クッションとガイドがもうセットになってる感じなんですよね。トゥーデンシティになってるんで、硬さが柔らかい硬い、あのホバー柔らかい素材をこう網タイツのようにこう包み込んだクッションなんですけど、これがまあ前後で素材の硬さが違うので、ドロップって言ってね、少しこう傾きがもう作られてるんですよね。緩やかなこう下り坂を走るように、こういうデイリートレーナーはしてあるんですよね。緩やかな下り坂ですよ。もうそもそもランロンガーしそうな雰囲気があるじゃないですかね。上りではなくて下りになるようにしてあるんですね。で跳ね上げがトゥースプリング、柔らかくて硬いので、スーッとこう川の流れのように皆さんの体が前の方に進んで、そうするとグッと前に移動すると、そうすると皆さんの体が倒れてるので反対側の足が出ていくという発想なんですね。それをシューズがやるかランナーがやるかで違います。速く走る時にはほとんど自分で頑張る必要がありますけど、ゆっくりの時はなんで長く走れるのかと言ったらですね、基本あの手を抜いてる人が長く走れると思うんですよ。手抜きが上手なランナーがね。その手抜きのコツを教えてくれるのがこのホバーマキナのようなデイリートレーナーなんですね。これはあくまでランナーとこのシューズの共同作業になります。例えばマラソン完走したいっていうね、気持ちがある人はね、ペースを落として完走しようと思うんじゃないですかね。ですけど、あのペース落とした方が正直難しいと思うんですよね。楽というのはこの身体的な自分の心臓だったり血流の余裕度はまあ楽になるんでしょうけど、動きは難しくなると思いますよ、正直。ゆっくりの方が、特にあのフルマラソンに何回も出てるとか、タイムを目指すサブ4とかサブ 3.5 とか、まあサブ3とか、そういう風に目指してる方なんと、もっとゆっくり走るの難しいと思うんですよね。だんだん速くなっちゃうというか、実はそういう方も含めてこのマキナは重みがある程度あって、僕はそれが好きなんですけど、足が自然にこう落ちていってスッとガイドしていく。でガイドしていくとつま先が抜けてるので、ここで自分が地面を蹴っていく。もう全てがオートマチックではありません。全てがオートマチックだったら乗り物になっちゃうんでつまんないんですけど、ランナーとこのシューズの共同作業なんですね。逆にあのあんまり使っていないという方、重いの嫌いっていう人、それこそですね、トレーニングなんで、重いものをうまく使えるというのはむしろどうですか。僕あの普通にシンプルに考えて、初心者の人より走れる人の方が使えるんじゃないですか。本当は皆さんが求めてるね、速く走れるシューズとか、あのサブ4用シューズとかっていう風な頭でいっぱいの方ほど、
こっちにコツが僕はあると思うんですよね。もっとシンプルに今お話ししたこと、クッション、安定感、ガイドっていうのは力を抜くコツをですね、シューズに教えてもらうことなんですよね。ですから例えば僕はフルマラソンのトレーニングはもう LSD しかしないんですけど、 LSD は僕の考えですけど、ゆっくりのペーストだと思ってまして、ジョギングは好き勝手走ればいいと思うんですよね。ジョグはペースが上がったっていいし、上がんなくてフラットになってもいいし、少しビルドアップしてもいいと思いますけど、 LSD はずっとこのシューズを使ってゆっくり自分の体の力の抜きを出していくトレーニングだと思ってるので、ペースはなるべく遅ければ遅いほど難しいから遅くていいと思うんですけど、とにかくそこでスッてこううまく重心移動をするコツをつかむのはもうこういうデイリートレーナーしか僕はないと思ってますね。軽いシューズも足バンバン振っちゃいますからね。逆にもう本当何グラム何グラムとこうお店で行ってこうやって手でこうやって持ってる人はぜひ、まあ履いて走っても重いなって感じるとしたら動かし方が悪いんですよ。重く感じる動かし方をしてらっしゃる。ぜひ自分が重いって感じるものをクリアにする。ランニングってなんで上達するかって言ったらできないことをクリアにしてってるだけなので、ね、何か技術ができるようになったらこうパフォーマンスが上がるってのは同じですから、ぜひ重さがあってこう厚みがあってっていうのが苦手な人も履いてほしいなと、これを機会に思いますね。それがランロンガーのコツです。